徳川ミュージアム商工館、徳川博物館は、茨城県三戸市三川にある、三戸徳川家に関するものを扱っている、博物館である。各種の名称として、商工館、徳川博物館、商工館、徳川博物館、三戸徳川博物館、徳川博物館、商工館などがあるが、博物館法に基づく登録においては、商工館、徳川博物館となっている。 2011年4月1日に母体である財団法人水不明特会が公益財団法人徳川ミュージアムに改装となるに伴い徳川ミュージアムと解消された。商工館徳川博物館の設置者は公益財団法人徳川ミュージアムである徳川三国をはじめとして水戸藩主に由来するものが取り扱われている第一展示室第二展示室 第3展示室の3つの展示室があり、通常の場合、第1展示室が常設店に、第2展示室と第3展示室は特別店に使われている。奥には庭園があり、快楽園への通り抜けはできないものの、多くの木々等が見られる。喫茶室としてはガーデンテラスがあり、開館時間中のほとんどの時刻において利用できる。また、 第2本詩を編纂した昇降館を起源とする昇降館文庫の資料庫が敷地内に置かれている。ご挨拶アーカイブド2015年11月26日アットザウェーバックマシン。ありがとうございます。